サブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。おすすめの10金のスナイパーライフル、私がレビューしたのだと U10 ジュニアとか、あとタイプ96グラムさんのやつですかね。であと DSR0 っていうのが確か10金だったような気がするんですけど、それはレビューしてないんで何とも言えないのでわからないんで、私のレビューした範囲だと、うん、まあ U10がいいですかね。なぜかっていうと、やっぱカートリッジのね、リアルカートのアクションも楽しめるし、ケースレスでも遊べるんで、まあガチの精度から言えば後発のタイプ96がいいかもしれないけど、いろいろ遊べるっていうことで言えばやっぱりリアルカートとかね、あとあのオープンサイト、ピープサイトとかで狙うっていうのもね、結構いいと思うので、あえてオープンサイトのスナイパーライフルって珍しいので、まあ、それが自分的には持ってて楽しいかなっていう感じがします。ただ最近はね、まあ、電動18金に限らず、まあ、10金も同じ話でパワーが一緒じゃないですか、電動にせよあのスナイパーライフルにせよ。だからっていうのもあるし、あと416のエアコキとか、なんかエアコキだけどポンプアクションで打てるやつでなかなか打てるいいのがあるので、まあ、そこら辺も結構ね良かったりしますよね。あとあの電動の MP7 みたいなやつもかなり良かったですしね、ボーイズも良かったし、まあ、スナイパーライフルではないですけど、まあ、命中精度とかそういう当てに行くんで言えば選択肢はいろいろあるかなという感じです。まあ、ボルトアクション、スナイパーっていうことであのオーソドックスなボルトアクションを連想されてると思うので、まあ、それだったらまあ私的には優点かなという感じがします。よかったら皆さんのねおすすめの10金のスナイパーライフルライブ教えていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。